ワイオミング大学のロゴワイオミング大学はアメリカ合衆国ワイオミング州ララミーにある公立大学である。ララミーは標高7200フィートの高度がある。現学長はトム・ブキャナン氏。学生数は約13000人。大学のカラーはチャトカネ。ワイオミング大学は1886年9月に創立され学部及び大学院の学位を授与する。 ワイオミング州唯一の高等教育機関である。また、農業、エネルギー、地質学及び水資源の関連分野を専門とし、環境及び天然資源の研究が盛んである。ワイオミング大学は4年生で、農業、教養、ビジネス、教育、工学、健康科学及び法律の7つの学部からなっている。修士課程及び博士課程がある。 同大学はララミーの文化行事の機関となっており、競技場や行動をいろいろなコンサート、舞台芸術のイベントに提供している。同大学には社会的、専門的、及び学術的な150に及ぶ学生の課外活動がある。また、ユニオンにはキャンパスの書店を呼び多数の設備があり、キャンパスの中心になっている。アメリカ文化遺産センターは、 アメリカ・ワイオミング州の歴史及び居住者に関連した多数の特殊収書、原稿及び人工物のコレクションを有している。また、トムとジェリーなどの映画音楽で有名な、スコット・ブラトリーが1934年から1952年の間に書いた音楽のスコアが保管されている。大学には学生が利用できる4つのタイプの寄宿舎がある。4つの寄宿舎はべて大食堂があり、 その他の学生サービスも提供されている。すべての新入生は寄宿舎の一つに住むことができる。大学の競技場東に大学が利用できるアパートがあり、既婚の学生には住む機会が提供される。国立公園及び森林、山に近く、スキーやハイキングのような屋外のリクリエーションが楽しめる。大学ワイオミング大学にはカウボーイ城と ピストルピートの二つのマスコットがある。男子チームはカウボーイ、女子チームがカウガールと言われている。ワイオミング大学は全米大学体育協会のアイブで西部のメンバーとして競っている。記念競技場は1950年に作られ、収容人数は32,580人で、NCWA のアイブで最も標高の高いフットボールスタジアムである。 行動は1500万ドルの費用で1982年に作られ座席数は1万5000人余りである。ワイオミング大学の寄宿者区域には2500人の学生が住んでおり、ワイオミング州で最も人口の密集した区域である。夏は気温が低いためアメリカで最も涼しい学校である。記念競技場の収容人員が満たされると、 ワイオミング州で3番目に大きい都市の規模になる。大学は伝統的に9月中旬妊婦だの討論のトーナメントを催す。賞を獲得した詩人の h l ヒックスは美術学習士課程のディレクターである。ありがとうございます。